大家好、皆さんこんにちは、ボフエです。いつも見ていただきありがとうございます。また期末テストのね、長時間 Vlog というか1週間の様子見ていただきありがとうございます。前編中編後編とね、3つに分けて3パートに分けてお送りしました。かなりパート分けたことによっていろんな素材を使えて、すごくリアルな日常をお届けできたかなというふうに思います。また3年生後期が今始まっておりまして、今3月の上旬かな、もうすぐ上旬が終わって中旬に入ってきます。北京の気温もね、だいぶ上がりまして、最低気温がねマイナス20度いく時もあったんですけど、今はようやく1桁台になりました。だいたい最低気温 5,6 度とかかな。だいぶ暖かくなって、ダウンとかも着ずに外歩けるぐらいになりました。まあ3年生後期かなり忙しくて、まあ、何が忙しいかって、まあ授業は午前だけで終わったりとか、午後しっかり実験が入ってたりとか、授業の科目数はそんなに多くないんですけど、この YouTube のねミーティングといい、撮影といい、打ち合わせといい、いろんなものが本当に毎日毎日入ってるような感じで、すごく忙しい充実した日々を送っています。授業の内容はできるだけ授業中にパワーポイントを見ながら、先生の話を聞きながら、自分で書き起こしたりアウトプットしながら授業を受けて、できるだけテスト前負担がかからないように、まあそれでもしんどいんですけどね、テスト前は見ていただいてる通りですよ、それでもしんどいんですけど、テスト前はあまり負担がかからないように準備をしています。雑談はこんぐらいにして、今回カメラを回してる理由がお仕事をいただきました。またありがとうございます。お仕事の方はメールの方でお願いします。皆さんにちょっと聞いてみたいなと思ってるのは、 PDF 使ってる時、パソコンとかで開く時って何使ってますってのを聞きたいですね。 Mac ならそのまま開くとプレビューが開かれたりとか、 Microsoft なら Edge とかかな、開かれると思うんですけど、今回はですね、学生や資格勉強者、他にも PDF を日常的に使う人やガジェット好きの人も必見の超高性能な PDF 編集管理アプリ、 PDF エレメントについて紹介していきます。この PDF エレメント、 PDF の直接編集や高度な編集、さらには管理まで本当に多機能で、かゆいところに手が届く超高性能なアプリとなっているので、紹介していきたいと思います。 PDF エレメントは主に2つの理由から支持されています。1つ目が多機能性で、これ管理、編集、また作成は当たり前なんですが、注釈の追加とか、さらには変化まで全ての機能を1つのアプリですることができるのが魅力的です。そしてデザイン性なんですが、すごく分かりやすいデザインをしてるんですね。初心者にとってもパッと見て、この機能がこんなんなんだなっていうのを分かる、さらに上級者にとっても使いやすい、そういったデザイン性になっています。この2つの理由から PDF エレメントは幅広く支持されていますし、 PDF を使う人にとってより効率的な作業をすることができます。まあこれだけ喋ってても仕方ないんで、実際にどうやって使っていくのか見ていきましょう。それでは実際に PDF エレメントを開いて操作していきましょう。こちらホーム画面になるんですが、 PDF エレメントを開いた時、ホーム画面ですね、ほらもう見てもらった通り、クイックツールって書いてあるだけ、項目を見るだけでも非常に多くの作業を行うことが分かりますね。でこれドキュメントクラウド、もちろん PDF エレメント上のクラウドはあるのもちろんなんです。こうやってファイルを作って、その中にファイルを作ってとか、かなりここの中だけでも PDF を管理することができます。非常に便利です。このもちろん PDF を開くボタンを押すと、 iCloud に接続している MacBook 内の PDF を開くこともできますし、 Google ドライブにつなげたり、 OneDrive につなげたり、 Dropbox など他のクラウドサービスと直接連携して、 PDF エレメント上から PDF を操作することができます。それではまあ実際に PDF を開きながらやってみたいと思います。厚生労働省の国民生活基礎調査の概要になるんですが、これレイアウトオプションを選ぶと、何1ページでスクロールすることもできますし、 iPad でこうやってページとか資料とか説明資料とか、こうやって見開きで見ることができたら非常に便利ですよね。分かりやすいし、一目見て。大まかな機能はここら辺にして、実際にこの PDF エレメントどう使うのって見ていくんですけど、ここら辺拡大しようかな。注釈っていうのが出てますね、上の方に。この左からハイライトしたり、取り消し線をしたり、下線を引いたり、波線を引いたり、いろいろな操作ができます。例えばハイライト見て引いてみると、こうやってハイライトすることができますし、取り消し線、これいらないよって部分とかは、まあ、こうやって取り消し線することもできますし、下線も引くことができます。これ色も選べるんでね、右側からいろんな色を選んで、自分自身の分かりやすいように注釈つけることができます。これ便利なのが、コメントをつけることもできますよ。注釈機能、左側に飛んでいただくと、注釈っていうのがありますよね。この PDF につけた注釈を一目で見渡すことができるんです。これ行くだけでこう飛べることができるので、ハイライトしてくれますよね。飛べることができるので、この自分がどこに注釈をつけたか後から振り返るときも非常に便利です。また注釈の他にもしおり機能があるんですよ。これしおりって押してもらうと、自分でしおりを作ることもできます。こうやってこういうこともできるんですが、こうじゃなくて、もっと便利なのが自動ブックマーク。
自動で自分自身にしおりを作ってくれます。今生成中になってるんですが、ほらできた。わかりやすいでしょ。各世帯の所得とか、しおり機能を使ってもいいですし、注釈機能を使ってもいいですし、自分自身で入れた場所にすぐ一目で飛ぶことができるというか、すぐアクセスすることができる。これは本当に授業を受けてても長い PDF とか説明資料分かりにくいところのハイライトしといて、ここは後でまた見ようとか、非常に便利ですよね。ずっと便利しか言ってないんですけど、これ本当に便利なんですよ。このように PDF の閲覧はこうやって注釈をつけたりしおりつけたり、いろいろ見ることができるんですが、もちろん画像を PDF に、一つの PDF に圧縮するってことも可能です。実際にやってみましょう。このファイル上の方に行くとファイルがあると思うんですが、新規で行こうかな。新規ファイルを開くっていうのは、画像から PDF を作成、これもボタンがありますね。これを押すと、画像を選ぶことができます。ここから画像 JPEG やら全ての画像を選んでから、こう開くを押すと、一気に画像ファイルを PDF ファイルにすることができます。はい、できた。横になってるんで、これは右に回転しようかな。一つの PDF になりました。こうやって画像ファイルをね、写真撮ったりしてて、板書撮ったりしてて、それを PDF に挟んだりとか、それを PDF に提出しなきゃいけないとか、いろいろあると思うんですけど、こういった形で PDF にして提出することもできます。まあここまでは本当に基本的な閲覧機能をいろいろ紹介してきたんですけど、実際にどのように便利なのか、ここから詳しく見ていきたいと思います。 PDF って直接編集ができないんですよ。これ Mac で PDF を編集しようとすると、他のファイルに変えたりとか、文字起こししてテキスト化してから編集してとか、必要なステップをいくつか踏まなきゃいけないんですけど、これ PDF エレメントだと、この一つのアプリの中で PDF を編集できちゃうんです。 PDF エレメントはこの編集、こうやってテキスト、これを押すことによって編集をすることができるんです。例えば PDF 上のテキストをこうやって直接編集削除したり入力することができます。もう本当に後から手直しが簡単になりますし、特にこの他のアプリケーション、 Word とか Excel とかで作って PDF にしたもの、これをまた元の文章に戻って手直し作業して PDF 化してっていう作業、それを省ける、このまま PDF のまんま修正ができるのが、すごくかゆいところに手が届く便利点。さらに他にもこれ画像とかにも使えるんです。こういった画像の中のテキスト、画像をこうやって移動させることもできるし、画像の編集も可能なんです。またこの OCR 機能を用いると、画像の編集だけじゃなくて、画像の中のテキストもこうやって編集することができます。このね PDF のファイル、これを OCR 化してみようと思います。じゃあ実際に OCR 化を押して、できたファイルがこちら。ほら見て、この OCR の精度すごくない？この OCR、光学文字認識っていうんですけど、写真のね PDF のファイルもこうやってテキスト化したことによって、パソコン内から文字を検索するだけでこのファイルに飛べたりとか、本当の画像だったら飛べないはずのものを飛べたりするのが、この PDF エレメントのすごいとこですよね。特にこの機能はやっぱり iPad とか Mac とかでスクリーンショットたくさん撮って写真だけ溜まってるとか、そういった人に非常に便利。 PDF にまとめてこうやって文字化して検索して、それをこの PDF エレメント上で管理するとか、そういったことに使えますよね。もちろん PDF にしたファイルとか、 PDF を Word や PowerPoint、 こういったものに変換して使いたいっていう声もありますよね。もちろん任せてくださいと。右側に出てくると思うんです。 PDF から Word へ、 PDF から画像へ、 PDF から Excel、 PDF から PowerPoint へ。もちろん PDF エレメント上で編集してもいいんですけど、やっぱり必要に応じてちょっと使い分けたりもできるっていうのがこのポイントです。OCR 化の精度もう見てもらった通りかなり高精度なんですけど、まあ、もちろん画像がね荒かったり、まあ、文字が見にくかったりすると、その分精度は落ちてしまうので、その点はやっぱり注意が必要です。特にこの PDF エレメントで紹介したいのが AI 機能なんですけど、このツールの中から AI ツールっていうの、 AI サイドバーっていうのを押すと出てきます。まあ、出てきましたね。 PDF のこの文章に対して直接 AI に質問を投げかけることで情報を読み取って、それに対して答えてくれるっていうのがこの AI ツールになります。まあ、例えばどんな時に使えるかっていうと、まどろっこしい、まあ、長い文章に対して会議の情報だけ AI に聞いて会議の情報を答えてもらうとか、まあ、ジャーナルとか資料とか論文とかね、AI に翻訳してもらうことで素早く読めるとか、そういったことで AI を使うことができます。このページに対して要約して AI が読み取って要約してくれるんですよ。さらにまあこれを英語に翻訳させることもできるし、もともと英語の文章をね日本語に翻訳させることもできるんです。複雑な文章とか長い文章に対して質問を投げかけるだけで必要な情報を取り出してこうやって見ることができる。これまあ GPT とか、まあ、他のね GPT の動画でも紹介してますが、 GPT だと PDF を一旦投げてからその PDF に対して質問をするっていうことが必要なんですが、これはもうこのまま PDF を読み取ってるというか、 PDF のアプリなので開いたまんまそこに対して質問ができる。かなり手間を省くことができます。もちろんこの機能すごく便利な
なんですが、まあ、正直使ってみた感じまだまだ AI の精度が甘いかなってのはあります。なのでまあ今後 AI の発展とともにこの AI の精度上がることを期待してます。これだけ紹介しておいてもちろん気になるのはお値段の方ですよね。料金体系はこんな感じです。月間プラン、年間プラン、買い切りプランと3つのプランが用意されています。まあ、もちろん標準版には AI の機能と OCR の機能が付いていないので、僕個人としてはプロ版の購入を推奨しておきます。プロ版には PDF の編集閲覧管理だけじゃなくて、もちろん OCR 機能と AI 機能盛りだくさんなので、まあ、これまで紹介してきた PDF エレメントの真骨頂、この便利さを体験できると思います。この動画を見て興味を持ってくれた方は無料版から使うことができるので、実際にね使ってみてその便利さをぜひ体験してみてもらいたいなって思います。以上紹介した PDF エレメント、ざっくりまとめると PDF の閲覧や編集ができたり、直接編集、テキスト編集をするだけでなく画像の編集もできたり、また OCR 機能を使って文字起こしをしたり、画像から PDF にして PDF を OCR 化させて文字起こしをさせたり、 AI ツールを使って PDF 内の情報にアクセスしたり、このように非常に多機能で便利な点が詰まった PDF エレメント、ぜひぜひダウンロードしてみてください。まあ、この PDF エレメント僕も使ってるんですが、まだまだ全然使いこなせてないですし、本当に多機能なんですよ。やっぱり授業を受けてる時もパワーポイントを並べて配置することで全体像を把握しやすいですし、テキストをさっき見てもらった通りコメントを入れたりとかマーカー引いたりとか、こういったことができるので本当に非常に重宝しています。今のところ非常にグッドです。いかがでしたでしょうか。今回はこのように学生や PDF ユーザー、また社会人にとって非常に便利である PDF エレメントについて紹介してみました。このチャンネルはこのような日常のね、豊かになるようなことを発信していきたいなというふうに思っています。他にも中国留学の Vlog や中国の様子、また勉強法など様々な動画を今後アップロード予定です。ぜひぜひチャンネル登録してお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。再见。